いやー、レコーディング無事に終わってよかったね。より、ほんと最高だったよ。ありがとう。自分でもうまく歌えたと思う。うんうん、マジでかっこよかった。さ、今日はお祝いにパーッと飲もう。俺酒なんて飲むのいつぶりかな。普段あんま飲まないもんね。味は好きなんだけど、そんな強くないから。まあ今日は大丈夫でしょう。いざとなったら俺がいるし。なんかあったら頼んだ。オッケーオッケー。それじゃ、レコーディング無事終了を祝して、乾杯！あ、うまー！最高！うわ、すっげーうまい。頑張ったからだね。だな。しかも、今日のご飯めちゃくちゃ美味しそう。冷蔵庫の余り物で作ったから、そんな豪勢じゃなくて悪いけど。いやいや、逆にあれしか材料なかったのに、こんな作れるのすごいって。味は保証しないぞ。いいんだよ。いおりが作ったら何でも美味しいよ。なんだそれ。そういうもんなの。よし、いただきます。いただきます。今回の件で、もっと早く誰かを頼ればよかったって反省したよ。俺って結局自分を過信しすぎてたんだよね。ある日、自分一人でうまくやれると思ってたけど違うね。いざとなったら何にもできなかった。めちゃくちゃ子供なんだなって実感しちゃった。気づかないでここまで来たの恥ずかしいよね。でも今は気づけて前に進んでる。それでいいんじゃないのか。いっぱい間違ったことしちゃったけどね。間違えない人間なんていないだろう。優しいね。そんな風に言ってくれるのいおりくらいだよ。だって俺は誰よりも春日の才能を信じてるから。そう？そうだよ。春日はいつも俺を立ててくれるし、天才だとか言ってくれるけど、俺からしたら逆なんだよ。俺はあくまでもボーカリストであって、ベースとなる曲がなきゃ動けない存在なんだ。ゼロから一を生み出す春日みたいな、そういう人間がいなきゃ俺の歌は完成しない。だからこう思うよ。グラビティを組んでいた時も、カラーソニックに出場する今も、春日がいてこその宝田いおりなんだって。ちょっと急にいいこと言うのやめてくれる？不意打ちずるいんですけど。本当のことを言っただけだ。俺こういうの慣れてないからやめて。今日は楽しくしたいのに。別に今だって楽しいじゃん。いやそうだけどさ、なんかそういう直球投げられると春日くんグッと来ちゃうんです。あら、寝ちゃったよ。嘘でしょ。たくしょうがないな。いおり、こんなところで寝たら風邪ひくよ。自分の部屋行きな。武士たるもの、風邪などひかぬ。だからお前は誰なんだよ。ほら、いおり、立って、部屋行くよ。大丈夫だって。はいはい、さっさと寝ましょうね。ああ、重かった。ごめん。ありがとう、春日。いやいや、いいよ。弱いのに付き合ってくれてありがとね。ごめん。あ、テーブルとか、明日ちゃんと片付ける。あ、大丈夫、大丈夫。俺が片付けておくから。とりあえず休みな。じゃあ、おやすみね。春日。お？あのさ。うん。俺。勝つからな。